今回はですね、お買い得なクローンブック紹介したいと思います。まあお買い得といっても今日はですね、いわゆるその投げ売り端末ではなくて、価格の割には結構いいんじゃないのかなというね、そういった端末を紹介したいと思います。まず最初のおすすめはこれですね、レノボのアイディアパッドスリム 560i クローンブックというものです。価格は41800円という価格です。で、これ価格 .com なんですけれども、まあ一応その41800円で販売をしているショップが まあ、三つほどありますので、ちょっと私はね、えー、どれも使ったことがないので、あくまでも自己責任でお願いしたいんですけれども、まあ、送料無料で4万1800円という価格です。で、価格として4万1800円、クローンブックで、まあ、高いか安いかっていうことになると思いますけれども、まあ、クローンブックだとね、やっぱり安い端末探している方が多いので、まあ、4万円といっても安、あの、高いかなというふうに思われる方いるかもしれませんけれども、 まあ確かにそうですよね。ただ、もう少しで3万円ぐらい、3万円台っていうね、価格のクロームブックなんで、この価格考えればかなり性能がいいと思います。それでは性能を見ていきたいと思います。性能はですね、ここにまあ、ざ,ざっくりと出ておりますけれども、まずディスプレイサイズ14インチですね。これフル HD なんですけれども、CPU がインテルの Pentium Gold 7505というものです。これは11世代の CPU になるんで、比較的新しいんですね。 CPU が新しいイコール更新期限も長いということなんで、この辺も価格含めて非常にコストパフォーマンスがいいと思います。で、さらに CPU のスコアね、これ5286、これパスマークのスコアだと思いますけれども、5000点台なんですね。まあ、だから41800円。まあ、3パに近い価格ですよね。この価格でこのスコアを出すクローンブックってなかなかないと思います。 で、あとストレージがね、えー、これ M.2 の SSD なんですね。で、1 2 8イトこれもですね、安い端末は EMMC でね、6 4イトっていうのがもう当たり前ですけれども、まあ、1 2 8イトなんですね。で、例えばね、41800円。まあ、Amazon で3キュッパぐらいで、まあ、N の4500を搭載したね、えー、っと、HP の 14A っていうのありますけども、N の4500って多分パスマークで言うと2000切っちゃうぐらいのスコアじゃないかなと思うんだ。2000ぐらいかな。 だからそれをね、えー、見てもですね、この5200っていうのがいかに高いかっていうのは分かっていただけると思います。で、こちらが一応レノボの、えー、販売ページです。で、これはですね、一応上位モデルが存在していて、それは Core i5 だったかな。で、a m は 8GB になるんです。これはめちゃくちゃ高いんで、まあなかなか手が出ないと思いますけれども、まあ今回はあくまでもその Pentium を搭載した 4GB のモデルが41800円ということです。で、一応形状としてはね、ちょっとこれ Core i5 って書いてありますけど、まあ形状としてはこれスリムなんで、 あの、いわゆるクラムシェル型なんですね。えっ、ー、と、フレックスっていうので、確か一回転するもの、レノボ販売してると思いますけども、それではないんですよ。だからこれ見てもわかる通り、いわゆる普通のノートパソコン状態でしか使えないということです。まあ、ここだけはね、ま、あ注意をしてください。フリップしないと。タブレット型にはなりませんということです。で、一応スペックです。まあ、細かいスペックはメーカーのサイトに載ってるんで見てもらえばいいと思いますけども、さっき言ったペンティアムゴールドの7505ですね。 で、ラムは 4GB です。で、さっき言った 8GB 存在しています。ただ、これはね、コア i511 台。これめちゃくちゃ高いんで、まあ、なかなか買えないと思います。で、ストレージが、えー、っと SSD の 128GB ですね。だから、これ見るとね、4枚サーアップ減っていうのは結構破格じゃないかなと思います。重量は1.49ということですね。バッテリーの駆動時間は10時間ということです。 販売をしているね、ショップ。これ t ーライズっていうんですかね。えー、こちらのショップで4万8 0 0円で販売をしてて、送料無料で一応在庫ありという状況ですね。どうですかなかなか安いんじゃないですかね。ディスプレイもね、あの14インチで、ノングレアですね。非光卓。これもまあクラムシェルだからこれでいいと思いますけどね。で、当然解像度フルエ d ジでいいということなんで、意外とこれ隙がないなという感じですね。コストパフォーマンス非常にいいと思います。 それではもう一つですね。まあこれも e t トレンドさんで、まあ e t トレンドって結構 Chromebook 安く売っているんですけれども、まあここにザーッと出てるんですね。ただ実はこの価格ってあんまり安くありません。ただ稀にめちゃくちゃ安いのがあるんで、一応チェックはしておいた方がいいと思います。で、今日紹介するのは、えー、こちらの端末ですね。Asus の C の 436FA。ただこれはね、ずっとこの価格で売ってるんですよ。安いとは思いますけど、ずっとこの価格で売ってるんで。 売れ残ってるんだと思うんですね。で、前はね、コア i7 のモデルとか、コア i5 のモデルも販売してたんですよね。で、多分そっちは、やっぱ性能も高いし、で、価格もすごく下がってたんで、まあ売れちゃったんですけど、まあ最後にコア i3 のモデルが残っています。まあそれが4キュッパ、約5万円という価格ですね。まあそれでもね、これ、まあまあ5万円、まあ高い、安い。ちょっと見てみましょう。 こちらがですね、ASUS の C の 436FA というもので、先ほど言いました通り、CPU はア Core i3 の10世代ですね。10110U 10 10 0 1 1 0というものです。ただ、RAM は 8GB、で、ストレージはね、SSD128GB で,です。で、当然タッチに対応していて、まあ、ここでちょっと画像を見れるかな。いわゆるこの回転ヒンジのやつですね。こんな感じです。で、USI のペンにも確か対応しているのかな。 で、ボディもこの白いボディでね。まあ、エイソスで白いやつたまにありますけど、まあ、なかなか見た目もかっこいいし、基本的には昔結構いい端末だったのが、まあ、少し時間が経って安く販売してますよっていうことなんで、品質自体は非常にいいと思います。こちらがエイスウスのまあ商品ページですね。まあ、こんな感じで、やっぱりちょっとね、フルメタルボディとかっていうことで、 ちょっと全体的にはやっぱ高級端末。もともと高級端末ということですね。で、13型のサイズに14型の大画面ということで。ああ、これいいですね。重量1.1し,しかないんですね。なかなかこれ素敵だな。まあ、ただやっぱり弱点は古いってことでしょうね。まあ、10世代のコア r e i3 ということなんで、まあ、あの、ちょっと古いかなというところです。で、一応さっきのね、あの、まあ、パスマークで言うと、これ搭載されているコア r e i3 でしたよね。 これはですね、えっ、ー、と、多分4000点ぐらいになると思います。だからさっきのペンティアムゴールドのものよりは、まあ価格は高いんですけど、その単純に CPU の性能だけで言うと下になります。ただラムが 8GB ありますね。まあこの辺どう見るかということですけれども、まあ4キュッパでそこそこ高級感のある端末が欲しいという方には、まあ一つの面白い選択。あと軽量ね、軽量というところも結構魅力的じゃないかなと思います。 ということで今日はですね、まあお買い得なクローンブックということで、投げ売り端末ではありませんけれども、一つは価格の割にはかなり性能がいい。もう一つは価格の割には高級端末ということで、2台紹介させていただきましたけれども、まあ今 E トレンドのね、さっきのこのタイムセールですかね、タイムセールのとこ見てますけど、やっぱり4万円台で、4万円台前半であれほどの性能があるクローンブックって見ても売ってないですよね。 全然あれよりは性能が低いものになってますので、まあそういう中で言うと、やっぱりこれってそこそこまあ悪くないのかなと思うんですね。CPU の性能も悪くないし、やっぱりそのね、見た目とか全体的な高級感を見れば、まあ4 9 0 0 0円と4万8 0 0円という価格、若干もちろん高いですけどね。まあ悪くないのかなと思います、ね。で、まあこの辺が面白いのかなと思いますね。まあ例えばね、これ3パですけど、 ね。まあ、4万円近いけど、N の4020ですからね。このスペックに比べれば圧倒的にペンディアムゴールド75、うん、7505の方が高いと思いますんで、えー、やっぱりスペック的にはね、結構魅力的な端末になってるんじゃないかなと思います。一応ですね、価格 .com で3つのショップで販売をしています。一応みんな在庫ありになってますんで、とりあえず現状だったら買えるんじゃないかなと思います。はい。今回は以上です。